皆さんこんにちは、エミです。今回はニューヨークヤンキースタジアムの歴史と4つの見どころ、そして2023年4月に開催されたロサンゼルスエンゼルス対ニューヨークヤンキースの試合での大谷翔平選手の活躍をお伝えしていきたいと思います。大谷翔平選手はニューヨークでも大人気で、テレビや新聞でもジャッジ対大谷ウィークとして特集。初日の試合ではヤンキースタジアムで初めて公式戦が行われたという100周年の日で、特別記念チケットが配布され、まさにこの日に今季4号の弾丸ツーランホームランでエンジェルスが勝利し、 SNS でも超話題になっていました。今回大谷選手の登板はなかったんですが、全3試合に先発フル出場、 NHK の取材の方もいらっしゃいました。ヤンキースタジアムはメジャーリーグ名門球団ニューヨークヤンキースの本拠地の野球場です。1923年に建設された旧ヤンキースタジアムが老築化したため、2009年隣接地に2代目スタジアムとして新ヤンキースタジアムが建設されオープンしました。白い外壁が特徴で、世界最新の技術を駆使して建てられ、収容人員が5万人を超える新しい球場です。2015年からはメジャーリーグサッカーニューヨークシティ FC の本拠地にもなっています。マドンナ、ポール・マッカートニーのコンサートなど、ここで音楽イベント場としても使用されています。ヤンキースタジアムのゲートは試合開始の2時間前にオープンします。荷物検査を受け中に入ると、高い天井に選手のフラッグがたくさん飾ってあり、チームストア、そしてハードロックカフェがあります。爆音でダンスミュージックがかかっていて、派手な電光掲示板もあり、踊ってる人もいて気分が超盛り上がります。ニューヨークヤンキースレガシークラブの壁があり、伝説の選手の名前を見ることができます。2階には元祖二刀流のベイブルース選手と、史上最強のスイッチヒッターミッキー・マントル選手の立体アート作品、そして隣の壁には歴代 MVP の選手の展示があり、ヤンキースの歴史を感じます。各階に飲食の販売店があり、1923年からの試合の名場面の写真が展示されています。2020年に2階の右側のセクションに設置されたミケロブウルトラクラブハウスエリアがあり、この新しいエリアでは試合中でも誰でも入ることができます。ファン同士が集まって応援する場であり、インスタ映えスポットでもあります。ヤンキースタジアムは試合以外でも楽しめるエリアがたくさんあり、博物館も2つあります。ぜひ訪れていただきたい見どころ4つをご紹介していきたいと思います。まず1つ目はニューヨークヤンキース博物館です。この小さな博物館は入場無料で2階にあります。バンクオブアメリカ、アメリカ銀行のスポンサーによって運営されていて、ニューヨークヤンキースの伝説の選手、歴史、そして記念品などが展示されています。数字で見るヤンキースというエリアでは、ワールドシリーズで27回優勝という数字を見ることができます。1932年、ベーブ・ルースが試合で実際に着用したホームユニフォーム背番号3番や、当時鉄の馬と呼ばれたルーゲリック背番号4番のユニフォーム、試合で使用された野球のバットが飾られています。伝説の試合でホームランを多数記録した当時の野球スコアブック、エリック・ジーターが3000本安打を達成した試合で着用した野球ユニフォーム背番号2番や、リベラ選手背番号42番のユニフォームが展示されています。現役の大人気選手、第16代キャプテンのアーロン・ジャッジ選手の背番号99のユニフォームもあります。1977年から2009年までの間、ヤンキースが獲得したワールドシリーズチャンピオンシップの
本物オリジナルトロフィーが7個展示されています。2000年以降のトロフィーはティファニーが設計し製造したということで必見です。スターリングシルバーの台座の上には地球を囲むように24カラットのゴールドメルベイユのフラッグが施されています。2023年の優勝トロフィーもティファニー製ということで、大谷選手が掲げている姿は本当に感動を与えてくれました。ワールドシリーズで優勝した時にヤンキースチームに授与された優勝リングのショーケースもあります。1923年以降のチャンピオンシップジュエリー26個と懐中電灯1個が展示されています。2009年のリングにはなんと119個のダイヤモンドが散りばめられているそうです。1920年以降のヤンキースの帽子のデザインがどのように変わっていったかも展示されていたり、ヤンキースタジアムの縮小模型もあります。博物館の中心にはベースボールウォール、野球ボールの壁があります。ベースボールウォールの両端は1959年のワールドシリーズで活躍したピッチャーのロン・ラーセン選手とキャッチャーのヨギ・ベラ選手の銅像があり、その間に過去の名選手のサイン入り野球ボールが約870個以上飾られています。ここにはヤンキーズのレギュラーシーズンの試合に1試合でも参加した選手、コーチ、マネージャーのサインボールが展示されていて、サインボールの収集は現在も進行中で毎年1個追加されるそうです。裏には選手のサインが書かれたガラスの壁があります。タッチスクリーンのボールファインダーを使用するとアルファベット順に検索して選手のボールの位置を見つけることができますが、この日はボール案内係の方がいらっしゃって日本人選手のサインボールを紹介してくださいました。松井秀喜選手のサインボール、イチロー選手、田中将大選手、黒田秀樹選手、伊良部秀樹選手、五十嵐亮太選手のオリジナルサインボールを見ることができました。案内係の人も超フレンドリーで日本の野球を実践してくれました。2つ目の見どころは活躍したレジェンドたちのレリーフが見られるヤンキースタジアム名物のモニュメントパークです。外野席のセンターフィールドの大画面のバックスクリーンとスコアボードの下にあるモニュメントパークには元ヤンキーズ歴代メンバーの記念碑があります。ヤンキーズの歴史を築いてきた名選手ベイブルースやルーゲリックなど歴代の偉大な選手たちを称える石の記念碑、永久欠番のプレートなどが飾られています。ジョー・ディマジオ選手はマリリン・モンローと結婚したことでも有名ですね。ジャッキー・ロビンソン選手、前キャプテンのデリック・ジーター選手、マリアノ・リベラ選手といったレジェンド選手も称えられていました。このエリアは試合開始45分前まで無料で見学することができますが、それ以降の時間は閉鎖され入場できなくなりますので、ゲートがオープンしてすぐに行くことをお勧めします。3つ目の見どころはヤンキースタジアムのギフトショップです。ヤンキーズの商品はマンハッタンの観光地でも購入することができますが、現地では限定品が販売されている時があります。普段ヤンキーズ以外のグッズを売らない球団ストアが、今回はなんと大谷対ジャッジのホームランバトルと名付けられた T シャツ、そして大谷翔平選手のユニフォームも店頭に並べられていました。4つ目の見どころはニューヨーク本場で実感できる球場の臨場感です。新しい球場ということで壁に展示やデジタルディスプレイが多く迫力があります。試合前は自分以外の席から選手の練習を見ることもできるので、子どもたちは真っ先に選手の練習風景を眺めに行き、選手たちの姿をかなり間近で見ていました。試合は2人の子どもたちの掛け声で始まりました。ヤンキースタジアムは
打席数が多い球場ですが、観客席とフィールドの距離が近くて見応えのある球場です。試合開始直前の国歌斉唱やスターウォーズの音楽に合わせた選手紹介のアナウンスも迫力があります。私たちは2階席の三塁側のエンゼルス側の席で、左利きの大谷選手が打席に立つときにはよく見えました。3階の最高列、一番安い12ドルの席を見に行きましたが、大画面もありますし、試合全体が見えて悪くはないです。メジャーリーグの応援は日本の太鼓や音楽、応援団を使った応援スタイルとは少し違って、ファンと選手、そして球場の一体感を楽しみながら応援するのが一般的です。7回裏終了後のグラウンド整備は YMCA の音楽に合わせてみんなで歌って踊るのが定番のようで、ここにいるだけでメジャーリーグの雰囲気を味わえます。ヤンキーズの強打者、昨シーズンアメリカンリーグの MVP、 現在キャプテンのスター選手のアーロン・ジャッジの背番号にちなんで名付けられた大人気のハンバーガー屋さん、ナインティナインバーガーは2023年3月にオープンし、試合前から大勢の人が並んでいました。1試合につき99個の限定販売で、私も試しに2つ購入してみました。ニューヨークのアメリカン和牛を使った2枚のパティ、アメリカンチーズ、秘伝のソース、ピクルス、カラメル状に炒めた玉ねぎをブリオッシュに挟んでいて、ボリュームたっぷりです。値段は 19.99 ドル、2つで税金を入れて約43ドルと正直超高かったですが、かなり美味しかったです。ニューヨークヤンキースタジアムは見どころがたくさんある大きな複合施設です。アメリカメジャーリーグの雰囲気を満喫でき、ヤンキーズの歴史や名選手を称える野球の聖地でもあり、楽しい観光スポットでもあります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。それでは失礼いたします。